はい、えー、ジマペ・ル・タクヤ・ワダ、えー、日本からやってきました、えー、アニメの監督、それからキャラクターデザイン、作画監督とかを務めております、ワ、え、ダ、ー、でございます、よろしくお願いします。うん、ジャパン・エクスポン初めてあると知ったのは、おととしぐらいですかね。 で去年の「マルセイユ」にゲストで呼んでいただいて、えー、パリのジャパンエキスポは今年初めての参加になります。はい、<music> えっと僕は意外とイベント少なくて、えー、かつてはあのフィリピンの。 えー、マニラで開催されたアニマヘナシオンというアニメーションのお祭りにはゲストで呼ばれたことがありますけども、えー、そういうイベント関係のゲストで呼んでいただいたのは去年の、えー、マルセイユのジャパンエキスポシュートが初めてです。なので今回2回目ですあ3回目ですよねだからイベント参加は。はい いやまあ僕自身そのアニメーションとか実写含めて40年ぐらいのキャリアはあって仕事をしてきましたけれども実際にそのやっぱり海外のファンの方たちとの交流をしたことはなかったのでそういう意味では本当にかものすごいみんなファンの人たちが熱くて直接会って話も聞けて。 で実際、まあ、サイン会でいあのイラスト描いたりキャラクター描いたりしたら満面の笑みで、ね、ものすごいハッピーな顔で喜んでくれるのでそれはすごく感動しましたよね。はい、そうですねやっぱりコスプレイヤーの皆さんは えー、クオリティの高いコスプレイヤーもたくさんいてでしかもやっぱりあのフランス人の女の子なのでもうブロンドも似合うし鼻もパキって高いし、えー、もう本当ゲームから出てきたようなキャラクターの人が結構いっぱい歩いてるやっぱりアニメーションって。 あっという間に100年なんだなっていう思いで思いとあと気がつけばもう自分も40年やっていてそのアニメ100の半分もまではいかないですけども約半分近くのアニメ界を知っちゃってんだなっていう驚きはありますよね。 いやだから僕はやっぱりその実写の世界行ったり、あのー、してますけど今、今また「ファイティングミュージカル魔界」ていう、えー、とイベントを、まあえー、運営する会社の社長もやってるんですけどもなんか、でも昔から自分のやりたいことをやってきたら自分のやりたいことを一生懸命やったらこうなっちゃってる。 でえー、アニメを始めた時も16歳からやってるんだから4年もやって作画監督にもなれないようじゃダメだなって自分で思って二十歳で作画監督になるって周りに言いふらしてたんですわざとね。でそのあとは監督になる。えー エコンテマンになるとかいろんなまあそのことを実現していってでやっぱり実写の世界に行ってもやっぱり日本の実写を変えたい特撮を変えたいとかあのどうしてもなんかウルトラマンと仮面ライダーしかない日本の特撮にそのいわゆるアメリカのハリウッドの特殊メイクの技術を使った新しいキャラクターを作りたいって、えー、思ったりしてて。 それでまあリングの貞子をね作ることができたので、まあ、そういう意味では自分の中ではなんか、えー、中途半端ではなく、まあ、ある程度のところまではちゃんとやれてるのかなっていう気はしますけどそれでもまだまだ自分もねやりたいこといっぱいあるので、えー、そうですねまだこの年になってもまだまだあと10年15年は。 ややりりたたいいことをやり続けたいなってだからまあそれも含めてジャパンエクスポに来てくれるファンの皆さんにもそういう熱意をね直接伝えられたらいいかなって思いますよねはいいやえっとねやっぱりサイン会やると えー、おばさまというかお姉さまというかちょっとまあ年齢いかれた女性の方が必ず僕の色紙で選ぶのはコブラなんですよ。で聞くとねあのいや自分が青春の頃若かった頃、えー、コブラが理想の男だったとでコブラみたいな彼氏が欲しかったという人が多くて。 だ今日もあの直筆のサインをやったんですけど、コブラ描いてくれっていう女性、女性は大体コブラ、で意外とびっくりしたのは、えっと、ルパン三世がそんな人気が高くないっていうことを知りましたね、フランスではね、むしろイタリアとかのほうが全然人気があるのかなと、だこんなに近い国でもやっぱり好みの対象が違うっていうのは面白いですよね。はい